この時間からは毎日展望をお届けしてまいります。解説していただきますのはスポーツ報知の長谷明則記者です。長谷さん本日からよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ本日から始まりました特別ビーナスシリーズ第2戦マンスリーボートレース杯、本日初日を迎えました。さあということで今節は A1 選手8名を含む45名で優勝が争われます。さあ今回のですね特別ビーナスシリーズ戦なんですけども、女子レースの活性化として今年度に4戦設けられております。今回は第2戦となりましてビーナスシリーズは本来なら登録16年未満の女子レーサーが出場できるんですが、特別ビーナスシリーズ戦ではその卒業組か OG から原則として12名程度が斡旋されております、うん、なので今年度王子に当てはまりますのは91期以前の選手なので、まあ、今節では宇野弥生選手までの11名が王子選手といって参戦しております。はい、はい、ということで特別ビーナスシリーズ戦のちょっと説明をさせていただきました。さあ長谷さん今節から華々しく女子選手のメンバーで争われますけれども、いやあのなんていうんですか、もう新春でね、はい、まだちょっとね浮かれる気分に僕の中ではね、はい、まあ、華やかな女子戦がね、はい、まあ、まあ言っちゃうと、まあ、年末のクイーンズクライマックスとかがね、はい、終わって後で、うん、そのね出場メンバーもね、はい、多くてね、いやフィットはなんかキャピキャピなことでしたねですね、はい、はい、ということで今節も熱い戦いにご期待していただきたいと思います。それでは今節の出場選手一覧からご覧ください。さあ今節先ほども申し上げました A1 選手8名含む45名で優勝争います。さあ長谷さんもおっしゃっていただいた通り賞金女王のクライマックスシリーズ後の転戦メンバーがいますね、はい、さあ中でも注目したい選手やはり誰、新女王の今井美和選手から参戦しております。そうですよね、はい、もうあのクイーンズをね見事な3コースまくり出しでね、はい、勝ってあの表彰式見るとちょっとねやっぱり良かった ね、はい、ねおめでとうという感じがしました ね、 そうですね、昨日も見てもやっぱりなんか、ね、はい、にこやかでね、はい、あやっぱりなんか持ってる人は違うなと思いました。うん、まあ、でもね、はい、まあ、大村との相性のいい守屋美穂選手もいますしね、はい、うん、久しぶりに登場する選手もいますね。平井真知香選手もね大村に久しぶり登場ですね、はい、いいメンバー揃いました。はい、ということでこの45名で優勝が争えますのでぜひ皆様最終日最終レースまでお楽しみください。さあ今節も長谷記者にはですねピックアッププレーサーを2名選んでいただきましたのでそちらのフリップからご覧いただきましょう。さあ長谷さん今節のまずピックアッププレーサー1人目なんですけども、土屋みなみ選手ですね、はい、やはりあの今節もというかね、うん、もうエンジンがね終わりが近づいてるんでね、はい、もう基本的に今コース蒸気が多く出てますよね、うん、はい、ほぼ出てますよね、うん、でまあ大村にはね3つのね、まあ、うん、スーパーエースキーっていうのがあってね、はい、まずは、まあ、58っていうのがね、うん、今最も旬なんですけどもね、はい、それは B2 のね上田様選手が引いてね、はい、そうなんですよ。あとはもうねもういいのもあるけどやっぱ今日はね、うん、今節はねトップ3の中でまあA 級で一番引いたのはね、うん、彼女なんですよね、はい、まあ、ご存知2年代理でトップモーターですよね。うん、ただね前節もね、はい、ちょっとね前見日もねピリッとしなかったみたいなんですけどね、ただまあ初の A2 級にね上がったね土屋美奈選手ならね、うん、上向かせてほしいと思ってね、はい、ちょっと出しました。はい、さあそしてもう一人田口節子選手、はい、これね41号に 30.8% しかないと言っていいでしょうね、うん、でもなんで出すのって、はい、どうしたんですか。これね2年対立こそね、まあ、30.8% ですけど、うん、はい、まあ、12月の周年でね、うん、ミーショ高原選手がまあセット交換してから上昇期、その後東健介も出てたし、うん、前節の三瀬選手もねスリット期が良かったですね、はい、うん、田口選手に、ね、昨日ね話聞いたね、うん、どうでしたか。ペラの形は自分の方のいつものと違うんだけど、行き足が良くてね乗った感じがいいんですよ。おコメントが良かったですね。良かったですね。いやいやもういいモーター引いた田口選手なら本気出すぜって感じでなんかねおっとちょっとねやってみたいな感じなので、ただちょっと、はい、ねまあこのまあ、今日のね今節、うん、まあ、ピックアップレーサー2名はねくしくもね、はい、岡山の選手ですね。そうなんですよ、岡山で、はいはい、引いておりますので土屋みなみ選手田口節子選手をピックレーサーで、はい、ピックアップレーサーで挙げていただきました。土屋選手は本日の7レースと11レース、そして田口選手なんですけれども8レースと12レースの発祥地ドリームに出走予定ですので、はい、ぜひご注目していただきたいと思います。さあ続いてはですね今日の行われます発祥地ドリームの展開予想を葉月記者には挙げていただきましたので、はい、そちらのフリップをご覧いただきましょう。
さあ本日のまず初日の発祥地ドリーム、このようなメンバーで行われます。今節ダブルドリームなんですよね、はい、そうなんです。でね、実はね、大晦日まではね、うん、まあ、メンバーは決まってたけど、はい、まあ、どっちが初日に来るか2人と分かんなかったんですよね。そうなんですよね。さすがですね、今井選手のいるレースを初日に持ってきて、はい、なおかつ1号で乗せたと。はい、乗せました。素晴らしい。素晴らしい。ということで、うん、はい、まずは見どころなんですけれども、新女王今井が華麗に逃げる、はい、ということで2019年の新女王1号を手に去っておりますが、そうですね、まあね、うん、今井選手フライングを1本持ってますけど、2年前唯一で持ってますけどね、そうですね、まあ、そんなことはあんまり影響はないのかなと思っておりますね、うんうん、なるほど。モーターで言えば今井選手は伸び型の量器ですね、はい、うん、さっき出しました2号手タグ選手もこれいいですね、はい、山川選手ちょっとね、はい、不安のあるモーターのような気がしますね。直線系はね、はい、悪くはないんですけど、昨日はね、まあ、はい、とにかく乗りづらかったと、ね、乗り心地が良くないと言ってましたね、はい、そこがちょっと気になりますね。あんまりエンジン数上も良くはないですね。なるほど。小野選手はね、まあ、前節は石橋美智選手乗ってました、うん、直線はちょっとね部が悪かったけどね、出足換気はね、はい、いいモーターなんでね、うん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 、小野選手向きなのかなと思いますね、はい。松本選手のね、まあ、12号機もね、これも悪くはありません、うん、はい、佐々木選手の65もね、うん、悪くはないけど、はい、昨日はね、佐々木選手なんかペラが合ってない感じなので、まあ自分の形にペラをしようとは言ってましたね、はい、さあ、まあもう迷わず本命は今井選手ですね、はい、とにかく S 力もあるし、はい、インも強いしということで、うん、でここは田口選手がまあね相手なのかな、うん、本当はね、はい、僕は実はモーター抽選が、うん、終わるまではね、はい、山川選手の S 力があるので、はい、山川選手対抗しようと思ったんですよ。あ、そうなんですね。やはりね、あの女子選手 の、ね、レースパターンというのを見てるとね、うん、山川選手はスタートが速くてね、まくりを行く選手なんですよね、はい、あと田口選手とかね、小野選手は最近ちょっとね差しが多いんですよね。となれば一番怖いのは山川選手なんですが、ちょっと昨日のね乗り心地が悪いというのがずっと気になってたんでね、はい、なるほど、今日は中2の空いたレースなん で、ね、あんまりね前半でね、うん、バチッとね合ってないとね、うん、どうなのかなと気もしまして、なるほど、ちょっともう昨日の気配を重視して、はい、もう対抗田口選手、なるほど、そして、まあ山川選手は、まあ、スタート行ってもちょっとね乗り心地悪かったらまくりきれないのかなと思ったので、そうなれば展開向くのがね小野選手や松本選手だろうということで、はい、印はこういう感じで回しました、はい。さあそして本戦なんですけども、一番二番ここが折り返しからというのがね、今井選手もね、うん、いつもの自分の形と違うペラらしいんですね。だいたい乗り心地や出足系統を重視してるんですけど、はい、昨日の段階では伸び方と、うんうん、だからそこはねあのペラをどうしようか悩むと言ってたんでね、そういうこと考えればちょっとね、うん、田口選手のね2コース差し逆転も抑えようかなと思って、はい、1221は折り返しました。はい、の4番5番印通りのこちらのご覧の方をいただいております、はい。ただこのレース狙い目も上げていただきました。やはりあの山川選手っていうのはね、うん、本当にねすごい選手と僕は思ってるんですよ、はい、スタート力があってとにかく攻めていく選手なので、うん、やはりね乗り心地悪いとか何とか言ってもね、はい、もし間に合わせてきた場合はね、うんうんうん、やはりね、まあスタートで一番なんかなんていうんですか、脅かす存在はやっぱ山川選手かな。軽視ができない。でも3が行っても4のまくり差しを狙いたいなと思ったんですよね。小野選手の、はい、3が行ってくれて4のまくり差しで43、うん、はい、そしてまあ今井選手が残したの41、うん、そこからちょっとね佐々木選手はコース遠かったんでちょっと外して、うん、なるほど、まあ、印っていうかまあそういう感じで、ね、3着はちょっとね、はい、こう多く出したんですけどね、はい、山川選手の 2,3 着付けということで、うん、2,3 着付けっていうかね、ないけどね、はい、4,3 からは 1,2,5,4,1 からは 2,3,5 ですね、はい、ということで挙げていただきました。さあ今日の初日のドリーム戦から楽しそうな、だから山川選手の仕上がり次第だと思うんですよね、うん、はい、山川選手がまあ前半レースがね、うん、まあ、1号艇でね、まあ、そうなんですよ、しっかりなんか逃げてくれて、うん、感触が良ければやっぱり怖いんでね、この狙い目がやはりちょっとね怖いし、やっぱね、ね本戦の回復も気になるけどね、うん、昨日の段階での状態はちょっと山川選手を切ってみたんですけどね、はい、わかりました、ありがとうございます。さあということで本日の第12レース発祥地ドリームなんですけども、新女王今井選手が華麗に逃げるということで本戦狙い目だからね、もう現行としてはやっぱり、ね、どうですか今井選手が帰ってくれた方がやっぱり、はい、っていうやっぱり ね、やはりあの
健康としては。いやというかやっぱ今井選手のちょっとね、昨日の雰囲気みたいなのが、なんかすごく楽しそうで、ボートレースがね、そうなんですね、なんかいいなと感じましたね。雰囲気的にも良さそうな、なんかそういうふうには見えました。はい、はいはい、ということで本日あの今節の今井選手の動きにもぜひ皆様注目していただきたいと思います。さあ初日の本日も毎日展望お付き合いしていただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん本日もありがとうございました。